どうも皆さんこんにちは、着バスです。本日はですね、各空港にある ANA フェスタってありますよね。お土産とか、お弁当とかね、まあ各種、まあ飲み物とかね、まあいろいろ売ってるお店なんですけども、ANA フェスタの、売ってるものって高いんですよね。うん。で、今回はですね、まあANA フェスタで 30% オフで物を購入する方法ということで、紹介させていただきたいんですけども、先日ね、私東北の方に旅行に行きまして、その際にですね、家族の、お弁当、プラス、現地のね、親族に会いに行ったんですけども、まあそちらのね、お土産も一緒にその ANA フェスタで購入してですね、結構高かったんですよね。7000円ぐらいしたのかな、全部ね。6000円か7000円ぐらいいったんですよね。これ、高い、高いなぁと思っていたんですよね。で、私今ね、メインの決済っていうのは SPG Amex クレジットカードなんですよね。まあ基本的に SPG Amex を使っているんですけども、この ANA フェスタっていうのは、まあ名前の通りね、ANA が運営しているまあショップなんですよね。ですんで、ANA マイルが貯まるんですよね。普通に決済しても。マイルが貯まります。で、提示するだけでもマイルが貯まるんですよね。今回はね、SPG Amex ではなく、クイックペイっていう利用法で、まあこちらを利用したんですよね。まあこれなぜかっていうと、まあ今ね、基本的に SPG Amex で決済していて、今、どこのお店でもですね、まあ基本私はの話なんですけども、基本的にクイックペイが使えるかどうかをまあ今見てるんですよね。というのも、結構前に紹介した JCB のキャンペーン。20% 還元キャンペーンですね。これが、JCB の、対象のクレジットカードでクイックペイに登録すると、まあ 20% ね、オフで利用できるということで、本当にクイックペイで支払うだけ、まあ参加登録だけして、クイックペイで支払うだけで、まあそれだけで 20% オフの還元が、まあ最大1万円まで利用、受けれるんですよね。ですんで、普段の私生活でも、まあ、クイックペイが使えるところは、まあ、クイックペイ。まあ、それ以外のところは SPG Amex みたいな感じで、まあ、私は利用しているんですよね。で、この ANA フェスタっていうのはですね、クイックペイ使えるんですよね。っていうので、この JCB のキャンペーンに乗れるんですよね。結構いいお値段がする ANA フェスタで。で、ここからね、ちょっと深掘りしていって、さらに、この 20% オフをね、もうちょっとね、還元率を上げたいなと思いまして、今回ね、紹介する方法なんですけども、まあ、これね、結構、まあ、知ってるっていう方は結構多いんですよね。まあ、なぜかっていうと、先ほど言ったクイックペイを利用すると、まあ、20% オフ。で、さらに、そこからですね、ANA フェスタっていうのは ANA のショップなんですよね。ですので、こちら。ANA グループ優待券。まあ、こちら何かっていうと、先日、株主優待運賃の動画を出しましたけども、まあ、こちら、まあ、100株に対して、まあ、こちら1枚送られてくる、まあ、株主優待の、券なんですけども、まあ、こちらと一緒にこれ、ついてくるんですよね。このグループ運行便の、グループ優待券。まあ、こちらに 10% のクーポンがついてくるんですよね。ANA フェスタの。そうなんです。ですんで、10% こちらで割引を受けて、で、さらに JCB のクイックペイを使うことで、まあ、最大 30% オフで ANA フェスタで買い物が楽しめるっていうことになるんですね。これ結構すごくないですかまあすごくないですかっていうか、まあ私も行ってみるまでね、このクイックペイ使えるかどうか知らなくてですね、で、ANA フェスタに行って、ちょっとうろうろして、あれよく見たら、クイックペイ使えるんじゃないかなと思って、まあ調べたところ、使えますっていうことでした。ですんで、まあ最大 30% オフでね、これが、買い物が楽しめるということになります。で、さらにですね、ここは ANA フェスタのお店ですよね。ですんで、この ANA のクレジットカード、まあ私はこちら ANA スーパーフライヤーズカード入ってますけれども、ANA のゴールドカードであれば、提示するだけでマイル貯まります。提示するだけ。ですんで、まあクイックペイで 30% オフをもらいつつ、さらに ANA マイルも貯まるっていうのが、まあ今回の手法なんですよね。で、まあ一つね、皆さん思うのは、じゃあこれ、株主にならないともらえないっていう話をしましたよね。まあそうなんですよ。これ株を購入すると一緒に送られてくるっていうものなんで、まあちょっとハードル高いっていうか、じゃあそのためにわざわざ株買うかっていう話になりますよね。まあ余談なんですけども、これもメルカリ等々でも売ってます。購入することが可能。まあすごい安いです。100円とか200円とかで購入できます。ですがまあそれを上回る割引額をね、受けないとまあ、あんまり意味がなくなっちゃうんで、まあ、すごい利用する、各この ANA フェスタをすごい利用するっていう方は、まあ、その購入方法でもいいと思うんですけども、先ほど出たこの ANA のゴールドカード。こちらも、ちょっと還元額、割引額は下がってしまうんですけども、こちらを提示するだけで 5% オフ受けれます。ですんで、もし、優待券を使わない場合は、5% オフになってしまいますけども、まあ最大で 25% オフ。で、この優待券を使うと、まあ最大で 30% オフで ANA フェスタでね、買い物が楽しめるっていうことになります。で、JCB のね、こちらキャンペーンのクイックペイということで、この JCB のクイックペイのキャンペーンは12月の15日までね、やっておりますんで、まあちょっと今から発行すると、JCB のね、対象のクレジットカードを発行すると、まあ、あと1ヶ月使えるか使えないぐらいにはなるんですけども、まあ、今、JCB のね、対象のクレジットカードをね、持たれている方は、まあ、ぜひね、やってみてほしい手法だなと思って今回紹介させていただいたんですけども、もしね、まだ1ヶ月あるから発行したいという方はね、まあ、私のおすすめとしては、こちら、今出した、こちらですね、ソラチカカード。こちらはね、初年度年会費無料なんですよね。ですんで、まあ、1年以内っていう意味で考えれば、まあ、こちら、なぜこちらかっていうと、まあ、JCB のキャンペーンに乗れて、さらに、今現時点でね、これポイントサイトに案件ありますんで、URL ね、概要欄に載せておきますんで、まあ、そちらのポイントサイトが発行されると、こちら、いくらだったっけな ?6500 円分。カード発行するだけで、まあ、もらえますんで、まあ、そちらを通してね、発行された方がいいんじゃないかなと思います。まあ、今回は、ANA フェスタで、30% オフでね、購入する方法っていうのを紹介させていただきましたけども、まあ、これね、実際にやってみるとですね、すごいお得感すごいんで、ぜひ、利用できる方はね、やってみてください。ANA フェスタっていうものは、まあ、いいものが売っている代わりに、まあな値段が基本的にする場所なので、まあ、できれば安く物を買いたいですよね。特にお弁当とかね、ANA の国内線の場合は、ラウンジ等々にね、食事のサービスはありませんので、やはり空港の制限エリアで食事をしようってなると、やはりもう買うしかないんですよね。まあ、買うか飲食店で食べるかしかないんですよね。っていう時に、まあちょっとね、この思想を覚えておいていただければ、まあマイルも貯まるし、まあ最大ね、30% オフで物を購入できるっていう特典もありますんで、だからもう1000円のまあお弁当だったら、まあ実質700円で購入できるっていう、まあ計算ですよね。うん、いいんじゃないでしょうか。まあ一番はね、家族旅行とかでね、行かれる際に、まあ家族分の、食事プラス、まあ、現地のね、お土産とかをね、もしくは、いつもね、買ってますっていう方はね、ぜひ、まあ、12月15日までのキャンペーンにはなってしまうんですけども、まあ、ちょっとね、検討してみていただけたらなと思います。それではですね、この ANA フェスタなんですけども、全国34の、空港にあります。で、まあ、羽田空港でね、例に、挙げて言わせてもらうと、羽田空港の場合は、第2ターミナル。まあ、ANA が発着するところに、設置があります。で、国内線、国際線、まあ、両方にね、まあ、羽田空港の場合は、まあ、ありますので、まあ、利用する際はね、空港のね、ホームページをね、ぜひ一度事前に見ていただいて、ANA フェスタがね、国内線、国際線、まあ、あるかどうかだけはね、まあ、確認してから、利用するようにしてください。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。で、私のツイッターではですね、普段の私生活からポイントサイトの案件とかもね、つぶやいたりしておりますので、もしよかったらぜひフォローとチェックしていければとても嬉しいです。この動画のチャンネルではですね、お得情報をはじめ、もともとは ANA マイル、ANA のこと、ANA のキャンペーン、実際に ANA をマイルを貯めるね、ポイントサイトの運営方法なんかもね、紹介させていただいております。それ以外には、飛行機の搭乗レビュー、マリオットボンボイの宿泊レビュー、クレジットカードですね、あと私の大好きな街のニューヨークの紹介なんかもね、させていただいております。もしよかったらぜひ、チャンネル登録していただければとても嬉しいです。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。